村正佳賞 at FM 網走。さて火曜日10時になりましたよ、田村正佳賞 at FM 網走、今日も1時間、お付き合いくださいね、めっきりなんか春になってもう冬のゴミがね、露出してる各地で、ね、今朝もね本当に網走の、私の大好きな分類の、埋め立て組埋め立てゴミの日だったのかな。何でもいいんだもんねこれね。すごいいいなと思ってね。まあそれで、家の周りのね、ゴミをまあ本当にひどいよね。タバコは少し減ったのかな。カンカンね、飲料水の缶とかね、それとか相変わらずもう何週間越しにやってるけども何だろうカニカマの、 ロールフィルムっていうんですかね、もう本当あれどんな捨て方したんだろうな、ね、本当に。それから、文房具のパッケージをそのまま捨ててる、ね、まあ本当にもうだらしのないやつが、まあ、いっぱいいるのはしょうがないんだよねこれね。まあ、見える範囲はなんとかゴミを拾ってやろうと、思っております、ね。さて、冒頭に、っていうか今日を使わせてもらっている音源は主に日曜日のやつかな、日曜日の古装の舞台から撮ってます。最近ねマイクの位置をまた近づけてね、そうするとかなりなんかヒスノイズが減って、ああこのぐらいの位置でいいのかな、まあ本当はもっと接するといいのかもしれないけどね、やっぱり映像も撮らなきゃいかんからね、そこら辺の折り合いでまあそんな塩梅になりますから、まあとりあえず、川の流れのように、聞いてみてください。
はい、聞いていただきました。久しぶりですよね、オカリナでやるのはね。よくピアノだけでねやったりは、まあ、してたんだけどね、まあ名曲です。何せ名曲ですよね。吉田拓郎さんがラストのアルバムを出すっていうことでね、もう完成したみたいでね、もう出たのかな、まだ出すのかな、数日前、ね、見た情報では、ね、発表するっていうことで、発売日を知らせるっていうことで言ってたけど、うん、もう決まったのかもしれませんけどね。出す前からその最後のアルバムにするっていう、うん、そこら辺のね、そのまあ解釈の仕方がね、うん、まあやっぱりその体力的、まあいろんなもので限界を感じてるのかな。で、まあそのラジオ、まあ月に1回かな、ラジオの様子からは、まあ想像できないんだけどもね、まあ最後になるんだな。で、まあね、買ってみようと思いますけどもね、本当に、元気でさえいりゃね、それはまた次もできるんだけども、どうなんだろうね。やっぱり、うん、もうこのぐらいでいいかっていう気持ちになるもんなんだね。でね、うん、まあ確かにね、体調が悪くて、まあ、何なのかな、うん、コンサートツアーも途中でやめたっていうことが数年前にありましたけどもね。ね、うん、声が出なくなる。ね、まあ、ね、気管な、うん、わかんない、まあ、肺を患ったんだろうね。ね、もったいないなと思うけど、まあ、もちろん十分な足跡は残してるからね、もうアルバムは出さないにしても、それは、問題がないっちゃ問題がないんだけどもね、うん、まあなんか寂しいよなと思ったりしますね。さて、いつもね、メッセージいただいておりますので、ね、ありがたいですね。恋するミニトマト、あと、はがき職人さん、いつもありがとうね。田村さん、こんにちは。今週の金曜日は私の誕生日なので、田村さんの何かおすすめの曲をお願いします。あら、お誕生日にね。私のラジオネームの由来ですが、私の大好きな作家で、滝の上町出身の、小日山博さん、ね、の小説が映画化されたもののタイトルが恋するトマト、そこにミニをつけて、さらには、ラジオでたくさんメッセージを読んでもらえますようにの願いを込めてはがき職人となりました。長いラジオネームでごめんなさい。あ、なるほどね。やっぱり、ネーミングってめちゃくちゃ大事ですもんね。何のことを始めるにしてもネーミング、いや本当に身近な例で言うとね、なんだ、流氷観光船のね、本州の人はね、まずガリンコ号って言うんだよね。いやオーロラ号もあるんだよ、網走島ってね、言うんだけど、あれガリンコ号のその命名の妙だよね、これね。ね、オーロラ号が記憶に残ることが、まあ、ガリンコ号がいたために、残念ながら、あまり覚えられることがなくっていうのが肌で感じた感じね。やっぱりネーミングは大事だ、やっぱりな。まあそれにやっぱりいろんな縁なりね、こだわりなり、感じたものがあって、名前っていうものがあるんだけどね。まあただ自分のその名前はね、自分じゃ変え、決められなかった、決められないからね、親が、キラキラネームがいいって言ったら、まあ、一生それになっちゃうわけで、まあそれだけはもうどうしようもないよね。まあ婚姻ということで名字は変えることは可能かもしれないけど、まあもちろんその、家庭裁判所に申し出て、こうこういう理由でこの名前は
気に食わんと、ね、いうことだったら通る場合もあるらしいけどね、えらいめんどくさいですよね本当にね。私もね、まあ、あの戸籍の名前がね、旧字体を使ってる、ね、そうね、今時旧字体なんか使わねえじゃねえかって言うんでね、あの、で今の漢字を使うと、いやこれ違うんですよっていう取引先も時々ある、ね、いいじゃねえなそんなの、本当に誰がこんな文字使うのよっていうのあるよね、あるよね本当に。まあ、うん、でもしょうがないよね、うん、何なんだろうね、あの違和感ね。まあいいんですけども、さて、恋するミニトマトアットはがき職人さんの、言われも分かったところで、お誕生日ね、お誕生日に、ふさわしいっていうか、私の手持ちの中でさあ果たしてあったろうか、いやまああのいいんだよね、いろいろ思いをね、乗っけて、あこれを送りましょうよ、やっぱりね、なんだろうな、万人の人生に、いい影響を与えるだろう、ね、竹内まりやの命の歌で、まあオカリナですけどね、恋するミニトマトあとはがき職人さんのお誕生日に向けてね、はい。
はい、聞いていただきました、命の歌、ね、この歌はね、最初ね、何年か前に、オカリナの講座の、受講生の方からね、これやりたいんですっていう話聞いて、へえそうなんだって言って、やり始めた曲なんだよね。知らなかったけど本当にいい歌ですよね。かつて私らでも若い頃ですか、子供の頃にね、子供の頃でね、中学の時にね、サイモンとガーファンクルね、サイモンとガーファンクルの歌う、明日にかける橋がねすごく良くて、意味も分からずに、まあ橋単語の意味はぐらいは分かるんだけど、まあね、そういう感じの、まあ、人生を、描いた、あれなんだろうな、あの歌なんだろうなっていうのを感じながら、よく、真似したりしてましたけどもね、うん、あれはもう本当にギターじゃできない、やっぱりピアノでやらないといけないね、まあ、だから、ピアノをやろうっていうにもいいその動機づけになったなっていうのを思い出しながら聞いていましたね。さて、お誕生日、ね、おめでとうございますね。まあ毎年区切りにね、まあお疲れさんでしたね、そういうのでいいんじゃないですかね、お誕生日ね。はい、ありがとうございました。いつもでお電話であればメッセージありがとうね。さて、実はね、もう一つね、ありがたい、メッセージっていうかね、メッセージじゃないんだけど、まあ、投稿がございましてね、振り出し網走さんってね、前からもうオカリナをやり始めましたよっていう、まあ、こその舞台を見てくれたのがきっかけでね、まあ、こういう縁がね、こういう形になってすっごく嬉しいんだけど、また今回も動画を投稿してくれてるわけ、でこれは時代だったかな、糸もね、まあ、上手に、オカリナを吹いてるわけですよ、ね、だんだんもう力が抜けてきていい感じですよね、こんなに身近にいらっしゃるんだったら、まあ、特に女性の方が、ね、受講生としてはもうほとんどなんですよね、男性はね今のところね北見教室に1名と門別教室に1名、ね、もう割合で言ったら結局、3-4% ぐらいの割合になるのかな、ごくもう、絶滅危惧種っていうかね、だから男性の方がまあオカリナやるのはすごくいいよね、それこそ本当小さい頃母親がもうピアノ教室やって、景気のいい時代だったから、生徒がもうひきなしに来てたんだけど、みんな女の子ね、自分としてはね、あれは男のやるもんじゃねえなってなんか勝手に思っててね、本当にね、ところね、いやそれ男の子も来てたんだよ、ええとこの坊ちゃんの坊ちゃんとかね、だから、まあ、自分としてはそういうタイプの人間じゃないからね、なんか坊ちゃんは嫌だなっていうか、まあ外行って遊んでる方が良かったっていう、もったいないことを、環境を生かさないの、もったいないことしたなと思いました。さて、振り出し網走さん、本当にね、一回こうやってもう見てくれただけなのに、こうやってね、やりだした、引っ張り出してやりだした。これ面白いのはね、多くのものが、独学によって見つけ出されて、研ぎ澄まされていくんだよね。学校に行ったからできるっていうもんじゃない、これ勉強でも何でもそうなんだけど、やっぱり興味のあるやつはやるんだよね、勝手にね。ほっといてもやる、するなっつったってするんだよね。まあ、だけど、それは、これとこれとこれをこれをしなきゃいけないっていうふうに決められて出すと、その個人に都合が合わなかったりしますもんね。まあ
まあ、私もね、学校のメニューっていうのはほとんどいらないんじゃないかなって本当に思ってますけどね、生きていく上でね。でそれよりももっとなんか一人役立つ、技能を、ね、身につけて、やった方がいいような気がしますよね。前にもちょっと言ったかもしれないけども、接客の心遣いに長けた、例えば小売りの現場の店員さんなんかは、ドクターの国家資格を与えてもいいんじゃないかな、ね、もうだから精神科医の、ね、優秀な、ドクターがね、まあ患者さんの気持ちが分かる、ね、それと同じぐらいのことがその、接客を担当する、人たち、ねまあ、優秀じゃない人もいっぱいいるんだけど、優秀な人にはそういう能力が備わってるっていうね、だからこういう価値をねもっと均等にね、評価する世の中であったらいいよな。本当になんでその接客の現場がアルバイトとかいう契約にしかならないんだろうな、ね、この間もね郵便配達のなんか募集がありましたけども、あれ組織がもう分かれちゃったんだよね、民営化と同時にね。だからまあね、だからね、まあ、本当に何なんだろうね、物の価値がちょっと固定化されてるような気がしますよね。本当にね、まあまあ分かんねえ、まあいいんだけど、さて、まあ振り出し網走さん、本当に、頑張っていこうや。いつか例えば古装の舞台なんかでもね、1曲2曲私が伴奏するからやってもらうのもいいかもしれないよね。ね、ね、そんなことでいつかやっていきましょうよ。近くだったらなんとかできるからね。さあ、それこそね、ストリートピアノがね、この網走の館内で実現できたらいいな、いいなと思うんだけど、ね、まあまあ、人通りのある場所っていうのがなかなか、まあ、この網走の中で少ないっていうのもあるんだけどね。まあ、なんとかね、できたらいいよな。で、手軽に、心地のいい音楽を提供できるような、コーナーになったらいいな、ね、でよくねそのストレートピアノなんか例えば置いてると、もう子供に弾かしても練習させてるっていう、そりゃダメだからね。やっぱり公共の場でやるのは、まあ、失敗するなとは言わんけど、失敗してもいいんだけども、本番モードでやってくださいね、本番もやってください、ね、練習して何回も同じようなパターン弾いたら、これはね毒ですからね、それは良くないですね。だから、まあそういうことをうまくその管理しながら、徹底しながら、徹底っていうかね、まあ訴求しながらっていうね、ストリートピアノがうまく、展開できたらいいよな。それこそ女満別空港なんかいいんだけどね、本当にね、どうも問い合わせてくれたら、全く興味がないみたいでね、まあ、興味がないんだから分かんないよね。ね、かつて日本にね、カレーライスっていうものが なくて、ね、イギリスに学んだその海軍の料理人が、カレーを作って、でそれを食べさせたら、ね、もう一気にもう日本に、日本中に広まった、ね、まあカレーほどのインパクトはないかもしれんけども、音楽はね、いや遊び事じゃないんだよってね、いや本当に音楽、まあ音楽って言い方もなんかちょっとピンとこないような気がするんだけどね、まあ種類もスタイルもいっぱいあるからね、例えばまあ音楽をやってるのに何遊んでんだっていうなんか価値観を肌で感じたことはもうずっとあって、いやいや遊んでるわけないんだよってね、まあそれは難しいよね。別に音楽なんかなくても食っていける人がほとんどだからね、
まあそういう人たちにその価値を分かれって言ったって多分ね説得するのに200年ぐらいかかるだろうな本当な、まあ、できない説得できない分かんないんだからさ知らないんだからね、まあいいんだって、まあ、だからまあ関わらずに生きていくのがいいんだけどいかんせんそのね、そういう人がその例えばまあストリートピアノを置いてもいいような施設の権利を持ってるってね札幌駅の地下にも あったんだけどねまあそれはコロナでビビって撤去しちゃったみたいだけどね、それにしても前にも言ったかもしれないけども、札幌市民生協の川添店ね、グランドピアノまで下ろしてきてね、あそこぐらいやったらいいよね。多分まあ、しかるべき感覚のある、管理者、まあ、札幌市民選挙っていうのはあの文化講座教室を、ね、設けて、そういう活動をやってるから、ねそういうことが分かる人もその、ね、あの携わったんだろうな。そうでないとグランドピアノを下ろしてくるっていうような発想はないと思うよね。まあなかなか万人受けの価値観じゃないけども、テレビから流れてくるような、まあ、音楽であればみんな何らかの関わりがあるわけで、関わりっていうかね楽しみ方があるわけで、そういやこの間も面白くだってね、網走こそで今ちょっと閑散期でね割と少ないんだけど、10名以上の団体様がね、隣の売店のところでざわざわしておって、なんか私のイベントに気がついたみたいで、田村まさか何みたいな感じでゾロゾロと来てくれたわけね。予定より早かったんだけど、ああいや来てくれてありがとうね、まあじゃあ今から始めますからってね、でやったんだけど、まあ、いつもまあ私のまあスタイルでね、まあ、モーツァルトがやっぱりいいんだよと、ね、でモーツァルト一曲弾き終わったらみんないなくなってっていうかね二人だけ残って何だったんだこれはって、まあ、それいやみんな酔っ払ってるからって言ってましたけどね、まあそりゃそうだよ冷やかしだったんだよなと、あそうかよまあいいやと思ってもうみんな帰ってもいいからって俺練習してるからと思ってやったら、残った2人は最後まで、聞いててくれたね。なんか寝てたんかもしれないけども、まあ、そのおかげで、ちゃんと聞こうっていうお客様が後からポツポツと来てくれてね、それは良かったんだけど、まあ、聞く聞かないは、まあ、そのカラスの勝手だからね、それはまあ、興味が分かんで言ったってそれは何にもおかしくないね、うん、まあしょうがないまあ、それだけ、まあ、変わったことをやってるんだと、自覚はしてますからね。それはね、うん。まあ、それはいいんです。さて、日曜日の、うん、あ、久しぶりにこれ行きましょう。中島みゆきさんで、ヘッドライト、テールライト。Thank you.
はい、聞いていただきました。ヘッドライト、テールライト。ね、B メロのね、なんか繰り返しがね、やたら長いんだけどね、その何回やったかっていうのは頭で時々忘れてしまう時があって、調子が合わないで。この間も何だか、花は咲くかな、久しぶりにやって、これもそのね、B メロっていうか C メロっていうのがね、そのエンディングを何回と繰り返すんだけど、何回だったかな、わかんない、まあいいやってやったら、ね、はみ出してしまったって、ね、なかなかそのそこら辺まできっちりね、まあ覚えてない、やっぱりまあ何日かに1回ぐらいはもうそれぞれやってなきゃいけないんだよね。今度ちょっとまあご縁で、久しぶりに、ね、クンネップの方で、やろうってね、ソロのコンサートをやってくださいっていう、まあ、話があって、それをまあ、ポツポツ、企画はしてるんだけども、メニュー方式にしてみたらどうだろうな、ね、メニューを出してね、カツ丼、カレーライス、ね、まあ、ラーメンとかね、そうやってメールが出て、何がいいですかってね、自分でプログラムを作るのもめんどくさいし、ね、まあ、できるやつをメニュー表を配っておいて、何やりましょうかね、まあ、確かにね、その、できるんだけど完璧じゃないやつも確かに怪しいやつもあるんだけども、まあ、まあ楽譜見ながらでもいいから、そうやってやってあげるのがいいのかな、うん、そんな感じの、舞台にしたいなとは思ってるんですよね。まあでもこういう話がもうポツポツ、うん、あとね、ね、まあピアニストのなんだ、調律をそのコンサートの間中サポートしてほしいっていう話もあったりしてね、まあだんだんとやっぱりこういう話が、入ってきたな、うん、まあこうやってイベントあたりが、活発になって、まあ本当コロナとのそのね、共存をどうするかっていうことだけどね、なんか新しいウイルスの変異も、認められたっていうことで。まあ本当にこれいたちごっこですよね。だけどもこれだけまあ、いろんなこの情報が、同じような情報が流れてくると、狼少年と村人みたいな感じでね、狼が出たって言ったって、嘘やろっていうふうになっちゃいかねないね。まあ、どういうふうになっていくのか。まあこれだけはね、自分の意思じゃどうにもならないからね、もう流れに身を任すしかないんだけども、まあ、せいぜいね、自分の免疫力っていうかね、自律神経を整えて、免疫をつけてって思ってね、思っておりますけどもね、まあそれしかないよね、どっちにしてもね。うん、まあいいです、いいです。ね、みんな、元気に、生きていこうね。というわけで、ピアノもちょっとやってみようかな。やっぱりこれ好きなのはね、今、ベートーベンの、悲壮ソナタの2楽章が好きで、毎回やるんだけども、今、1楽章と3楽章も、仕込んでます。ね、もう何十年やってんだろうなってね、まあなかなかそのグググッと気合を入れないとなかなかその、人前で弾けるまではいかないんだけどもね、まあね、やってますよってことでね、いつかそれできるようになったらいいな、とりあえずはいつもの悲壮ソナタの2楽章をお届けします。Thank you.
はい、ちょっと長い曲でした、失礼しましたね。マイクの位置がねちょっと近づいて、これでだいぶノイズが違うんだなと思ってね。ちょっと前までの録音はやっぱり距離を置いて撮ってたからね、やっぱり空調ノイズがやっぱり入るんだね。そうだったんだね、本当に、そういうことの相変わらずそういうことの繰り返しだよね。いろいろやってみて分かる、ね。そしてイヤーフック式のマイクを使ってるんだけども、ね、無線で、UHF の電波で飛ばすちっちゃいボディのね、ワイヤレスマイクのセットを使ってるんだけどね。時々ね、なんだろうな、音割れが発生するんだよね。それのバランスも、やっぱり装置の限界なんかもしれないけどもね、もう一回また探してみなきゃいけないのかな、っていう気はします。いずれにしても、今に至ってはね、今まで散々エフェクトにこだわって、リバーブのエフェクトにこだわってミキサーもいっぱい買ったんだけども、結局もうリバーブいらねえやっていうことに、特進がいくと、もう何でもいいんだよね、本当に。だから物の感じ方っていうのかな、感じ方一つで、選ぶものも変わってくるし、だから無駄な機材がいっぱいあるんだけども、どうしようかなって思うけどもね、しょうがないよね。これも授業料なんだね、授業料。やっぱりいろいろ勉強してやってみなきゃわからんから、授業料だったんだなと思いながら やってますよ。さて、モーツァルト行きましょうかね。もう大好きな311ね、311って言ったらね、本当に東北の震災の日付なんだけど、ね、モーツァルトは全く関係ないんだけども、これの2楽章いいんだよ、ケッヘル311の2楽章聞いてください。
はい、聞いていただきました、モーツァルトのソナタ、ケッヘル311の2楽章でした。これはね、まあ、私の母親が、ね、死ぬ前に、ね、弾いてたんだよね。あ、綺麗なメロディーだなと思って、その頃ね、モーツァルトが何かもあんまりよく分かってなかった。いや、まあ音楽家だっていうのは知ってたけど、そうだったんだな。それが後に分かるんだよね。ね、なんかやっぱり残るものがあるよね。うん、いい曲でしたよ。さて、本当に3月の10日、今日が12日か、このかまあ、近辺というかね、このオホーツク地方では、エンガルの六割スキー場がついに、終わっちゃいましたね。いやだけどね、本当に、まあ、先週も喋ったかもしれないけども、そこまで頑張ってるなんて知らなかったよってね、まあ、3日には、まあ、自分の中ではもう、まあ、最後だなと思って行ってきたんだけどね、本当は10日までやってた、ね、いやよく頑張ってるよね、本当にね、頑張ったよね。それであそこはもうちょっとしたらサマーゲレンデ、作ってね、作るからね、まあ、あれはね、まあ、距離も短いから、まあ、夏に滑れるよっていうだけの話なんだけど、こけたら痛いだろうな、こけたらめちゃくちゃ痛いだろうな、あれだ、まあ、そんな楽しみ方もできる。まあ、本当、この館内ではもう、ね、唯一だね。本当によく頑張ってくれましたよ。知らなかったよ。本当に昨シーズンなんか全然それに気がつかなかったもんな。そうだったんだろうな。やっぱり毎年のことだったんだろうな。うん、知らなかったよ。ね。まあいいんだけど、まあ何事もやっぱり、経験して、分かっていくんだよね。うん。だから来年からはもうちょっと楽しみ方はあるだろうな。ね。さて、これも久しぶりにやったような気がします。ジブリ。ジブリはね、本当に何を構成するっていうか企画するんでもね、本当に吟味してるよね、本当に思う。センスがいいっていうか、やっぱり本気で考えてるんだろうなと思いますよね。最近私がよく言うのはね、松任谷由実さんが、ね、結婚する前の荒井由実の頃のヒット曲をね、このジブリが使ってるね、まあ、ヒット曲、いや、なんかそれまでには何十年もあるわけだからいっぱいあるだろうね、ね、それを書き分けて、荒井由実の頃の曲を、使ったり、ね、まあ、そういうことがやっぱりなんかそれを選んだ、ね、ものがあるんだよね、なんか、うん、別にその今のものが悪いっていうかそういうことではなくてね、まあ、それを選んだことに意味があるんだよ、ね、まあ、そういうことを感じていいなと思いましたよ、ね。まあ、このいつも何度でもは全くその話には関係ないんだけど、まあ、とりあえずジブリのテーマで、何曲か選ぶときによくやる、久しぶりにやった曲でした。聴いてください。Thank you.
ございます、こんな格好。はい、聞いていただきました。これあれだなんですよ、演奏終わったらしばらくちょっと隙間を作らないからね、すぐ喋ったらやっぱり難しいよね、こうやって使うのね。まあいいんだけど、まあそれも臨場感があっていいのかな。まあいいじゃないですかね、細かいことはね。今度の次の次かな、26だったかな、26だったかな、ちょっと出張の用事で、収録で、番組を作ることになるんですけども、どうせならもうイラン喋りを抜けて、まあ比較的この演奏はいいなっていうものを集めてみるのもいいかなって今ふと思ったな。でもそれで一個一個聞くっていうその時間がないよね。ね、もう撮ったら撮りっぱなし、ね、YouTube に上げたらあれ上げっぱなし。でもね、これは大事なことなんだよ。なんかタモリさんがね、30年も「笑っていいとも」続けられたのは反省しないからってそんなのこだわってたらもうね、生まれてこなきゃよかったぐらいに思っちゃうからね。まあ、失敗の連続ですけどもね。まあそんな格好で、さすがいいこと言うなと思いながら、思いましたよ。さて、なんか1時間そろそろ過ぎちゃうんですけど、なんか意味のあること、今日も何も言ってないような気がするな。外はどんより曇ってます。まあ本州の方ではもう桜がね、フェイスブックなんか見てると、もう桜が、はい、咲いてるよね。思い出すのは、毎年のその4月7日の、まあ入信学の日に必ずやっぱり桜があったよな。まあそれはもう瀬戸内の話だけどもね、だったよな。それでまあ新学期なり新学年なりが始まって、疲れたなと思うその5月のゴールデンウィークの頃にツツジが咲き出す、ね。北海道ではもう同時にバッと来ますけどね。その桜もいいけど、もうツツジが好きで ね、まあ、それを山に行って中学の頃、取ってきては、庭に埋めるんだけど、それが定着しないんだよね。でなんか大人に聞いたら、いやこれなんか難しいらしいよってね、なんか土がどうのこうの、まあまあいいけどもね。さて、まあみんな元気で、そのね、オミクロンの次のなんか、死者も死者ではまあね、ウイルスも出てきたようだけどね、まあ強く生きていきましょうやね。私も頑張りますからね、何を頑張るか分かんないけど元気でいることしかないよね。さて、まあこのぐらいにして、最後は G 線上のアリア、ピアノでやったやつね、かけながら終わりだと思います。今日も聞いてくれた方どうもありがとうね。また来週。